かかと蹴りを使い始めたのはですね、それまでの試合あるいはそのファイトの中でかかと蹴りを使っている選手というのはほとんどいなかったということ、それから非常にパワフルで危険な技なんですけれども KO 率の高い技であることに気づきました。しかもアンディのかかと蹴りというのはインサイドから飛んでくるかかと蹴り、それからアウトサイドから飛んでくるかかと蹴り、どちらも使い分けることができますので相手にとっては外から来るのか中から来るのか非常に分かりづらい技で、それが彼の KO 率を高めている、こういったことからアンディはかかと蹴りを最も得意としています。Es ist sehr wichtig, dass man für den Kakato sehr gut dehnbar ist und sehr gut Stretching hat. Es ist wichtig, dass man die Hüfte sehr gut dehnt, vorne, hinten, seitwärts. Und es ist wichtig, dass man auch sehr gute Balance hat. Oben, hinten, alles. Beide Seiten, vorne, hinten. Seitwärts und sehr gute Balance. Gutes Timing, gutes Gang. Die Hüfte richtig vorne, dann durch, seitwärts. Merci. Wichtig, dass alles aus der Hüfte rauskommt. Aus Kato ist auch sehr wichtig, dass man probiert, Balance überzuholen, Geschwindigkeit und dass man sehr, sehr locker ist. Wenn man verkrampft ist, kann man auch keine Kato schieben. Bevor für ihn nach außen.常にバランスと柔軟性というのは頭の中で常に意識しながら自分で体をコントロールするようにして柔軟体操ストレッチングに入ります。その後、アンディが見せたようなですね、基本でかかと落としの基本練習ですね、まずその場で左右の足を交互にかかと落としを交互に繰り出す基本練習から、今度は少し変化させてステップを入れますね、スイッチングのステップを入れたかかと落としを左右交互に繰り返す反復練習、この今かかと落としの基本練習をアンディは見せてくれました。次は基本練習を終わりましたので、今度は実践的にですね、さらに高度なかかと落としを使うためのコンビネーションをキックミットを使って練習しています。はい、それではまず最初にパンチからかかと落としにつなげるコンビネーション、これをやってみます。
今のように、今の攻撃はですね、強いパンチですね、ストレートのパンチで距離を取りまして、相手をのけぞらしておいて、のけぞった相手が出ようとするところにカウンターでかかと落としが入るというテクニックですね。はい、では次の2つ目のパターンに入ります。今度は、蹴りのコンビネーションを組み立てていきます。まず、左の前蹴り、これ直線で正面を攻めます。ガードの内側に寄ったところで、サイドに回し蹴りを打ちます。これで相手の攻撃、相手の注意が、自分の右サイドに集中したところで、死角となる反対側にかかと落としを叩き込むという、このコンビネーションです。よっ！次のパターン、3つ目のパターンになります。今度はフェイント気味の高い蹴りで外側から攻めます。そして反対側の足ですから、右サイドから攻めて、今度は一転して反対側サイドからのかかと落としが入ってきます。よっ。はい、4つ目のパターンになります。今度は右の重いミドルキック、これで中段アウトサイドからの攻撃で相手の意識を集中させます。そして今度は同じ、はい、同じ動きで、今度は同じサイドからなんですけれども、かかと落としを逆サイドに振り抜くようにして、中段から上段へのコンビネーションを決めていきます。いや、ook rückwärtsschlag, een zeer effectieve voetstechniek, beintechniek. Het is wichtig dat man een lowkick kan op twee arten slaan. Entweder slaat man lowkick met de vorderen teil oder dan met de Skibein. Het is zeer wichtig dat man den lowkick entweder voren op het Bein slaat, en zwar niet seitwärts. Het is wichtig dat man den lowkick voren op het Bein slaat. En entweder am Muskelansatz oben oder am Beinunteransatz. Es ist wichtig, dass man glaubt, das ist nicht gut, es ist wichtig, dass man glaubt, dass man vorne. Vorne oder unten. Also nicht auf der Seite, das ist falsch. Es ist wichtig, dass man glaubt, dass man vorne falsch macht. Das Ganze. Und das vordere Bein ist nicht so wirkungsvoll. Am wirkungsvollsten ist, wenn man leicht auf Standbein steht. Das Ganze. Und Standbein, das Hinterbein, ein leichtes Gewicht auf, das ist der Muskel leicht angespannt. Das ist wichtig, dass das Hinterbein auf dem Muskel oben, auf die Seite oder unten. Was? Ganzer Boden, der Knie und Schluss. Hinten lang gezogen aufs Hinterbein. Oder von vorne aufs Hinterbein. Hey, 今のアンディのローキックについて説明いたします。アンディが強調していますのは、狙うポイントがですね、筋肉のついているサイドの部分ではなしに、太ももの付け根の少し外側ですね、この付け根、それから足の前面部を狙う、しかも最も筋肉量の少ない膝関節のすぐ上ですね、この2点をすねを落とすようにして、すねを使います。で、膝の上も前からすねを落とすようにして蹴る。太ももの付け根も爪を使って落とすように蹴る。最後の筋肉をついた部分は狙うため、これが、アンディのローキック。
つのポイントです。これは、前足を狙うだけでなしにアウトローに関しても同じことが言えます。奥足を狙う蹴りも太ももの付け根、ここを狙ってすねを蹴る。で、これは、自分の蹴る方の足、ローキックを蹴る方の足が後ろにあっても、あるいは前にあっても狙うポイントは同じであると。だから左右どちらに出るときでも狙うポイントは太ももの付け根と膝のすぐ上の筋肉の少ない太ももの前面部を狙う。これがアンディのローキックです。はい、次は今アンディが見せてくれました非常に強力なローキックですね。このローキックがあるからこそアンディのかかと落としが必殺のパターンとなる。これを皆さんにお見せします。まずですね、強いローキックを足にぶち込みます。そうすると、そのローキックが強ければ強いほど相手の意識は下を向きます。強ければ強いほど相手の意識は下を向きます。相手の意識を下に向けていたところで一転して上から予想しなかった角度で落ちてくるかかと落としが顔面を直撃する。このパターンです。次のパターンはですね、左足のアウトローキック、奥足を狙うローキックを強いローキックですね、2発打ち込みます。そうして今度は同じ角度でローキック、その左のアウトローキックと同じ角度の足がそのまま真上に伸び上がってかかと落としにつながるというテクニックです。Es ist sehr wichtig, dass man den Lowkick und den Kakato sehr stark aus der Hüfte schlägt. Also es ist nicht gut, wenn man den Lowkick nicht nur so schlägt, sondern es ist wichtig, dass man total mit der Hüfte schafft. Das heisst, dass man mit der ganzen Hüfte wird ausdrehen, eindrehen, ausdrehen und nachher auch mit dem Kakato. One, ausdrehen, two, ausdrehen, three, wieder mit dem Hüftschwung holen.Und in die Breite ziehen. Alles mit der Hüftschwung. Los!、今、アンディが実践してもらいましたけれども、彼の蹴りの強さの秘密なんですが、ウエイトリフティングで、スイス国内の記録を持つほどのパワーの持ち主なんですけれども、そのパワーを十分に体の動きの中に生かしています。今、アンディが見せてくれましたように、構えた状態からの腰のひねり、そしてこの足の付け根のため、これをアンディは最大限に使っています。目いっぱいこの腰のためを使っておいて、このためを爆発させるようにして強いローキック、そしてローキックを蹴った後、今度は反対側に十分なためを作って、今度は逆側のためを使った強いかかと落としというふうに、持っているパワーを最大限に引き出す体の使い方、これがアンディの強い蹴りの秘密です。Also ich habe eine spezielle Entwicklung gemacht mit dem Vorderbein, entweder die Vorder-, die linke Seite absenken und die rechte Seite. Das ist wichtig, wenn man auf die linke Seite kommt, anziehen, wenn man auf die rechte Seite kommt, anziehen. Auf beide Seiten wie ein Hund. One, and two. Oder die ganz defensive auf beide Seiten, also nichts machen, links oder rechts. Defensiv.Oder wenn ein Lowkick kommt, weg, Lowkick, weg, oder in ein Lowkick, weg, und kommt. Oder von außen ein Lowkick, weg, und kommt. Das ist richtig wichtig, erstmal im defensiven Bereich Lowkick, abzuwehren vorne, seitwärts, stopp,Oder defensiv,
man two three four よし、はい、次はアンディがですね、今度はローキックをいかにしてディフェンスするか、そしていかにして自分の攻撃につないでいくかという基本的なパターンを紹介します。まず一番オーソドックスなディフェンスとしまして、右のローキックに対しては膝を上げてブロックする。それからアウトサイドからのローキックに対しては同じように膝を上げてブロックする。スピーキティック Not this More thisもう少し、膝を内側に入れて、インサイドにカットしていく。インサイドに、インサイドにカッティング、インサイドにカッティングしていく。そして、3つ目に、アンディの特徴的なローキックのディフェンスの仕方ですね。膝を相手の前足につけ、それから足先を相手の奥足につけて、これで相手のローキックを蹴ろうとする状態を、これでストップする。こういう状態ですね。このように少し膝をインサイドして、体を少し相手の正面から外した状態、これで相手のローキックを根本的にストップさせてしまう。これが3つ目のテクニックですね。はい、アンディがストップしました。はい、彼が今ローキックを蹴ろうとします。しかしこういう状態ですね。蹴れない状態、しかもこれはアンディが強い脚力を持っているからこそできるディフェンスだと思います。はい、次のパターンですね。次のパターンは前足を狙ってきたローキックに対してステップバックさせる。同じように前足を狙ってきた蹴りに対してステップバックさせる、はい、そして前足を狙ってきたステップバックして、その足を攻撃につなげていく。ステップがそのまま次の攻撃につながっているという典型的なコンビネーションでパターンです。以上です。Als Schiergeri ist ein sehr wirksamer Schlag. Alle Schläge, die von vorne gerade kommen, sind sehr, sehr effektiv und auch sehr, sehr zu blockieren. Es ist wichtig, beim Schiergeri, dass man auf einer Linie ist. Also nicht auf dieser Seite, das ist schlecht, sondern probieren mit dem vorderen Bein auf einer Linie. Dass man nur noch kurz muss drehen, intensiv und halb ausschlummern und her. Also auf einer Linie das Ganze kehren und nicht mehr drehen. Nur kurz, das Ganze. Ganz kurz, auf einer Linie drehen mit dem Bein, kurz, aus. について説明します。これは私もワールドカップでもらってしまったんですけれども、アンディの後ろ蹴りの特徴ですね。足をですね、この、ちょっと見づらいかもわかりません。このラインの両足が同じ直線上に、スタンスされています。この状態から体を後ろに向けます。そして、ね、真下から蹴り上げるようにしてかかとを打ち込みます。これがアンディの蹴りの特徴です。この足が必ず前足が少しステップインしています。いい、彼は最初に説明しました。もし足がこの状態で後ろ蹴りを蹴ると狙いが外側へずれてしまいます。ですからアンディの後ろ蹴りは常に前足を後ろ足と同じラインまでステップインさせます。そして体を反転させて下からかかとをまっすぐに蹴り上げる。これがアンディの後ろ蹴りの特徴です。オス。Es ist wichtig auch Kombinationen zu üben. Zwar links die ganze Kombination und auch rechts die ganze Kombination. Wir führen da mit Kombination 1. Kombination ist 1. Immer mit der Hüfte schaffen.Also auf der Hüfte raus. Kombination 1 ist von hinten, seitwärts, Hand oben. 1, ausdrehen,
two, lapere, three, punch. This. Nice. One, block, lift, two, two, three, twice, three, front, punch. Number one. Es ist wichtig, wenn wir einen Schlag gemacht haben, auch wieder die Hand zu blockieren hinten. Das Ganze Nummer 1, auch auf die rechte Seite. One, ausstoßen. Two, Nieren. Aussen wie Nieren. Und zwar von weitem, vor, von vorne, Leben. Number 1. One, two, Nieren. Three. Auf die Leber. Schauen, dass man von hinten das Gewicht hinten, das Gewicht vorne, leicht vorne verlagern, Punch, Gewicht hinten. Number one. Schnell. One, two, und vom Punch macht er wieder defensiv zurückgehen. Nummer 1. Andy はですね、さまざまな、必殺のですね、必勝パターンのコンビネーションを、いくつか持っているんですけれども、今、見せてくれたのは、特に基本的にパンチから入っているパターンですね。基本的になるのは、まず左前の手のリードブロー、ストレートのリードブローですね。その後に必ず左も右も曲線のですね、フックあるいはアッパー。そして、対角線で、だから左で打った場合は右の蹴り、右を打った場合は左の蹴りというふうに対角線のコンビネーションでもって強いミドルキックをフォローさせていく、この基本パターンのコンビネーションを今見せてくれました。押す。押す。Number two. Number two is size. Umgekehrt, das Ganze von vorne, auch wieder das Gewicht hinten, vorne, das ganze Gewicht ausdrehen, vorne, und wieder reindrehen. Weg. Block. Das ganze Mensch. Number two. One, two, three. Speed. Und wenn wir geschlagen haben, aber One, two, three. Front. Da meine ich. Speed. Das Ganze auf die andere Seite auch. Links, wieder auf die Leber. One. Two. Und wieder Leber. Four. Four. Five. One. Two. Three. Four. Speed. おっす。はい、今のコンビネーションを説明します。今のは前足のですね、ミドルキック。前足のミドルキックから必ず入ります。そして、ミドルキックを蹴った時の体のためを利用して強いストレートを打ち込みます。そして、このストレートを打ち込む時の、これもまたためなんですね。体のためを利用して、強いフック、あるいは強いアッパーを打ち込みます。その後ですね、相手の顔面パンチをもらわないように、必ずステップバックと、肩のディフェンスを使用しています。Number three. Es ist eins, links und rechts. Eins, eins, zwei, zwei. Auf der gleichen Front ausdrehen. 4, 5, 6. Nein, ich. Ganze. 1, ausdrehen. 2, die Hand oben. 3, auf die gleiche Höhe. Schwung, näher bleiben. 4, 5, Front. 6. Und dann? Nummer 3.
das Ganze Nummer 3 auch auf die andere Seite wieder. Die Seite einfach 1, 2, immer außen, Gewicht hinten, 3, 4, auf eine Linie, Schulter raus, 4, 5, 6. Nummer 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Speed. ただいまのコンビネーションですね。今度も基本的にアンディの、体のためですね。体のためを全て使ったコンビネーションです。強いストレートの突きを出した。そしたらこのためを必ず使って強い左のフックですね。そして必ずこのためを利用して強いミドルキックを出します。このミドルキックを蹴った時にできる。蹴った足を前に下ろさずに同じラインに揃えるように言っています。これを強調しています。そしてこのためを使って左のストレート、強い直突き、このためを使って強い左のフック、常に直線からサイド、そして上から下、対角線の攻撃ですね、あるいは上下上中下のコンビネーションを必ず振り分けています。最後にためを使った強い蹴りをボディにぶち込んでいます。蹴りを出した、ごめんなさい、蹴りを出した後にこの足を前に下ろしてしまうと、彼は必ず元に引いてこいと言っています。そうするとこういう体のためを使った突きが打てます。しかしもし蹴って前に下ろすと胸を突き合わせた状態で、強力なパンチが出せない。体のため、体の回転が使えない。ですから蹴ったら必ずこの足を左右並ぶような位置に引いていきます。そしてこの体のひねりを使って強い突きを打ち込む。この蹴った足の引く位置ですね、この位置についてアンディは強調しています。Number 4, from front. Okay. From front, 1, 2, 3, 4, 5, 6, back. And finish. Okay. Es kommt alles from the middle. Es kommt alles von der Mitte aus, nicht von der Seitwärts. Von der Mitte aus, 20, 3, 4, 5, 6, 7. Die andere Seite auch, das Ganze. Von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von vorne, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Power. では今のコンビネーションについて説明します。まず前足からのミドルキックですね。この足が必ず相手のセンターにあるようにスタートの位置ですね、蹴りのスタートの位置がセンターにあるように言っています。前足で強いミドルキックを出します。ためを使ってパンチを打ち込みます。そのためを使って強いミドルキック、またためを使ったパンチ、サイドボディ、そしてその後に相手の攻撃に対してステップバックとディフェンスを必ず行うように、これがアンディのコンビネーションです。ワン、ツー、スリー、ワン、ツー、スピード、
次のコンビネーションを説明します。まず強いストレートを打ちます。タメを使います。サイドボディを叩きます。ミドルキックを一発ぶち込んだら同じ足でもう一度強い勢いのついた蹴りをダブルで蹴り込み相手にとどめさせます。一発強い蹴りを二発ぶち込みます。その後に必ず相手の反撃を考慮してガードすることを忘れない。押す。押す。6、2タイム。スキャナースペイ、4、2、1、3、次のコンビネーションは逆に今度はダブルの蹴りから入っていきます。右足が前の場合は右の強い蹴りを2発打ち込みます。ダメージを与えたところでこの止めを使って強いパンチサイドボディ相手の攻撃にその相手のステップバックとディフェンス。左足が前の場合も同じです。強い蹴りを全部に打ち込みます。止めを使ってパンチサイドボディ相手の反撃に対してステップバックとディフェンスを忘れない。以上が6つ目のパターンです。押す。押す。ジュポーテルパイン。フィエシーテン。ワン。チョウ。ウステイ。ウシュー。アンシック。ワン。チョウ。パンチ。スピード。Mit dem vorderen Bein verlängert. Ganz hinten. Mit dem vorderen Bein. One, two, three, four. おっす。はい、次は、パンチから後ろ蹴りへつなぐコンビネーションなんですけれども、ここでもアンディのステップワークのうまさが目立っています。まずストレートから入るんですけども、この時のアンディの足の位置に注目してください。普通は通常ですね、日本の選手とかですね、よくフランスの試合で使う場合はですね、パンチを打っておいてそこから足を打って後ろ蹴りにつなぐパターンが非常に多いんですけれども、アンディのコンビネーションは最初のストレートを打ち込んだときにもうすでに足をセンターまで送っています。そして左のフックはこれはいわば捨てパンチです。この反動を利用して強い蹴りをぶち込む。逆サイドも同じです。この時点でもう足が踏み込んでいます。そして強い後ろ蹴りを打ち込む。ですからパンチを打ったときにすでにステップワークを使って後ろ蹴りの体勢に入っているという、これがアンディのステップとコンビネーションの特徴です。Number 8. Number 8. First, number 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. Back. 4, 5, 6. Speed. Thank you.
ミドルキック、回し蹴り、パンチ、そして後ろ蹴り、これを全部入れたコンビネーションです。まずパンチ、ストレートをしております。サイドボディ、強いミドルキックを引きます。その時にもう次の後ろ蹴りの体勢を作るように右足を大きく引いているところに注目してください。一直線上に並んでいます。パンチを打ちます。左足ステップインしました。サイドボディ、これステップアンチです。そして反動で後ろ蹴りをぶち込みます。で、アンディのコンビネーションで特徴的なのは今度逆サイドですね。引きます。ステップインしています。ステップアンチです。後ろ蹴り、必ず右と左左右のコンビネーションを同じように練習する。どちらからでも攻撃から出る。これがアンディの絶対的な強さの秘密だと思います。Number nine. そして今度は後ろを向けた状態で高い後ろ蹴りが飛んできます。ですから、また違うタイプですね。ストレート、ステップアンチ、高い後ろ回し蹴りですから、先ほどのまっすぐへのですね、ボディへの強い蹴りがあります。警戒します。後ろに行きます。またこの逆も言えます。後ろ、高い蹴りを警戒していますとまっすぐな蹴りが入ってくる。私もこれでやられました。Number 10. Number 10 is number 1, number 9. Number 1, 1, 2, 3. Back, 4, 5.一番最初のコンビネーション、パンチから回し蹴りのコンビネーションと、そしてパンチから上段の後ろ蹴りへのコンビネーション、これを組み合わせています。よし。ストレート、サイドボディ、対角線にミドルキック、この足を引きます。この時にもうすでに一直線になって後ろ蹴りの準備に入っています。なおかつステップインしています。ステップアンチ、中段に意識が集中します。高い蹴りがというふうに飛んでいきます。強いパンチ、サイドボール、ミドルキック、高い後ろ回す、パンチとミドルキック、パンチと高い上段回し、後ろ回し、このコンビネーションです。 Number 11. First from front前腕Back, shoot. Both here or no? My little both. Both. Okay. Yep. No. One, two, three. Speed. Yeah. Upper legs on the front. Back.
ナンバー11です。今度は蹴りから後ろ蹴りへのコンビネーションです。まず左の前蹴りを中段に蹴り込みます。足を引けます。その勢いで後ろ回し蹴りを直線的に打ち込みます。今度はこの蹴った足、この蹴った足を低い位置を見てください。すでにもう一直線上になっています。蹴った足をそのまま後ろに踏んでらっしゃる。もうすでに後ろ蹴りの体勢が入っています。この位置から強い反転の勢いを使って後ろ蹴りを蹴り込みます。これが11番目のテクニックです。ナンバー12。フロント。前蹴り。ステップ。バック。後ろ回し蹴り。前。ステップ。バック。パンチ。スピード。いや。今度は前蹴りを蹴ります。その足を引いた勢いで強いミドルキックを蹴ります。そしてその足を引いて上段の後ろ回し蹴り、蹴った足を全て反転させてその勢いで蹴ります。これが12番目のコンビネーションです。30前蹴りフロント、not this, it's this. Fall back, punch. 前蹴り、ich komme von oben nach vorne und stoße. Back, punch, speed. 次のコンビネーションになります。今度は今までボディを蹴ってきた前蹴りを今度は顔面に蹴って相手を乗っけざらせます。そしてステップした足で勢いをつけて強いミドルキックを蹴り込みます。逆サイドも同じです。前蹴り、強い前蹴りで勢いをつけて今度は今アンディがやりましたミドルキックと見せかけてローキックに変化させます。こういう変化も可能です。で、こうしたコンビネーションをアンディは全て自分自身で考えて自分のパターンにしています。これがアンディの強さの秘密でもあると思います。The last combination. One, back. Two.次のコンビネーションはですね、アンディが世界大会でこれを駆使しまして、あっという間に決勝戦まで駆け上った特別なテクニックだと思います。おっす。まず得意のかかととしてスイッチして蹴りました。下ろした足でローキックを蹴り込みます。意識を上に振っておいて今のですね、かかと落とし。そして、誰もがかかと落としに注意します。意識が上に向いた瞬間、スーパーパワーのローキックを足に打ち込む。アンディはこのテクニック一つで、世界大会決勝戦を目指すなと言っても過言ではないと思います。押す。押す。押す。今空手を習っているあるいはこれから空手を始めようとしている皆様です。空手とは本当に素晴らしいスポーツです。
して、自分自身の体を痛めつけていくわけなんですけれども、そのために、入念なストレッチも行い、また強靭な体を築き上げていくことで自分を高めていくことができます。その先には輝かしい未来が開かれているんじゃないかと思います。ですから、これからもより一層空手の修行に力を注いでいってほしいと思います。そしてまた皆さんとお会いできる日を楽しみにしています。ホッス。最初はこの方向だけ行きます。最初。最初。
これは2パターン、すべて右左すべて同じようにこなさないとダメですので、これを組み上げて練習してください。よくランサム、ランサム、はい、下がって左足バックに下がって、はい、右足を相手の後ろに入ると、で、あの違うサイド、反対のサイド、今度は右足下がって左足で相手のバックに入る。今のテクニックは応用でした。ステップワーク見てください。ステップワークを、はい、今度反対に回って、また反対に回る。Auszunutzen. Wenn er mit Schwung kommt, komme ich mit Schwung zurück. Jetzt nur innen low kick, back, Schwung, immer mit den Händen nach vorne gehen.
ード効かないから前に乗っけていくと。この、 テクニックを皆さんですね、繰り返し繰り返しトレーニングしてください。これが基本ですから。これは本当 の、 一部のコンビネーションです。非常に、そんなに難しいテクニックじゃないと思いますので、で特にですね、皆さんバックステップとか足の使い方、ステップですね、ステップしてからの繰り返し、これを気をつけて。もう一つ注意する点は、ね、腰のため、腰のひねりですね。で、角度、それを気をつけて。Ich hoffe, dass es Ihnen heute ein bisschen Spaß gemacht hat.非常に今日はいい練習、いい汗をかいたと思いました。で、next year は、wieder ein Seminar geben und dort werden wir noch viel mehr neue Sachen üben und trainieren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu trainieren. Das 今回はですね、参加者は約50名ぐらいですか？で、来年のですね、4月にも一応来日予定でありますので、その時はですね、もう少し大きなホールをですね、大きなホールでもう少し大規模にやりたいと思いますので、皆さんそれまでまた練習してください。オッス！